こんにちは、神崎です。ですね、インプラントで1日でインプラントを終わらせてくれっていう方稀にいます。なかなか難しい話ですけどね。仮歯までならば手術のその日に入れることは可能です。ただしそれは相当な事前準備しないといけません。まず CT 確認、それからレントゲン確認、模型確認、こういったね、診断して、まず事前にね、絶対に事前準備がいります。でインプラントって通常は歯茎をね、こういう歯茎をここをバーッと切って開きます。で切って開く、それから歯を抜いてしまう、こういったのはダメです。もう骨の状態、こういう状態、歯がない、歯茎ちゃんと骨がしっかりしている、抜いてだいぶ経ってる、少なくとも半年以上経ってるっていう状態じゃないとこれはまず不可能です。それからこの状態で今度ここに穴を開けていく作業になるんだけども、この骨の中に穴を開けるときにフラップレスって言って歯茎を開かない方法で開けることがあります。でそういった状況やったら1日で可能になってきます。仮歯までは。それもするにしてもこの歯茎を開かないから骨の状況っていうのをものすごく把握しとかないといけない。でしかもこの位置に打ちますよっていうのを決めてから、そこにもう間違いなくそこに 0.1 ミリぐらいの差で入り込むように作らないといけない。でそれで仮歯を同時に作っておくっていう方法があります。まあこれはすごいですよ。はい、その代わり早い。本当に1日で仮歯までできます。で実際に仮歯まで1日で行くんだけども、状況によってはその状況でいれば、ブリッジとか差し歯に関しての肩取りさえやっちゃいます。やれます、はっきり言えば。だからインプラントっていうのはフラップレスでやれる。でなおかつ噛み込みね、最初の噛み込みのことを初期固定って言うんだけども、これがちゃんと45ニュートン以上きっちり出てることで、その45ニュートン以上の力出てるもので、メーカーさんとしてはノーベルバイオケアさんだけです。これは他のメーカーさんは極力待ってくださいって言いますから、ノーベルバイオケアさんだけの話です、これはね。だから条件っていうのが非常に厳しい。だけども1日で仮歯まで行くことは可能で、もう1回来てもらってそこに入れていくっていうことになります。だから出血なんかはどうなのかっていう話なんだけども、フラップレスでやるときっていうのは非常に出血は少ない、はっきり言って腫れも少ない、ゼロじゃないと思います。で僕もね、細いインプラント、ミニインプラントっていうんだけども、僕のところではスリムって呼んでます。でスリムのインプラントに関してはフラップレスでやることがほぼですから、何でも骨開けないから、僕はだからフラップレスで開けていきますんで、 その動画はね別にありますから、それ 見ていただければと思うんだけども、そうするとフラップレスで開けて、その時は出血もちろんしますよ。だけども手術終わってからは出血はゼロ、もう本当になくなります。で翌日腫れてない、腫れもほぼない、痛みもほぼないっていう状態になります。ただね、それで即日荷重かけることも稀にあります、状況によっては。だから普通のインプラントでも同じ状況を起こします。で出血は非常に少ない、フラップレスで、なおかつ傷口も小さい、もうその開けるとこだけで開いてるわけだから、だからそういった面ですごくいいんだけども、事前準備、それからメーカーはノーベル指定、こういったことがないとそれはできませんのでね、ごめんなさい、ご了承ください。他のメーカーは必ず開いて中に入れて安静にさせてくださいとかいうメーカーさんがほぼですから、特にプラトンさんだとか、うちで言ったらプラトン、それから 3i さん、それからうちもね、ここ2つ入ってますけど、それから一番それを典型的に言うのがストローマンさんですね。でストローマンっていう会社があって、なおかつそこのメーカーが出してる ITI シリーズっていうインプラントがあるんですけど、ね、ボーンレベルと
ティッシュレベルっていうやつがあるんだけども、これはもう絶対半年置いてくださいって、置かないとダメですよっていうメーカーですから、逆ですからね、あのガッチリ噛み込んだらいいよっていうんじゃなくて、ガッチリ噛み込ませんでくださいっていうぐらいの話だから、だからね、あのそういったメーカーさんによって考え方っていうのは全然変わってくるんで、よくよく考えてください。だから1日でどうしてもやりたいっていう場合は、事前準備に時間かかる。事前準備でダメっていうこともありますから、そこはしっかりと、やってもらって、でそれで事前準備大丈夫って言った時に初めて可能になりますから、必ずそこの事前準備で時間を食いますというので、いきなり「はい行きました、はいレントゲン取って、はいじゃあインプラント入れて、はい今日差し歯入れましょう」みたいなのは絶対無理ですんでね、ごめんなさい、それは分かっとってください。だって体に埋め込むんですからね。だからそういったのをちゃんとにやりましょう、じゃないと後々後悔しますんでね。ということで、インプラント1日っていう話でした。それじゃあまた。